お待たせしました。うるせえ。どうも、5秒以内にブラウザバックしたくなる系 YouTuber ナンバーワンのピオキングです。いや久しぶりだねみんな。ここんとこずっと立て込んでて全然動画出せてなかったんだけど、やっと今日から通常通りのルーティンに戻れそうだね。え、ピオキングの最新の動画が上がってて嬉しい。もうそんな当たり前のこと言わなくていいって、分かってるって。皆まで言わなくても、僕はうぬぼれるな。イエスマイマン。そんな調子はいつか見放されてしまうぞ。そこんとこ肝に銘じておけ。イエスマイマン。ちょっと待って、何話してたっけいつも久しぶりだから何話していいか分かんなくて、ただ一つだけみんなに言いたいことがある。ただいま。はいどうも、ピオキングです。今日もゾロールコース一発マリオやっていきますか。で今日のゾロールコース50コインスフォーザファンスカッコトロールということで、50コインのファンということでしょうか。まあ今まで数々50コイン、まあ30コインとか10コインもそうなんだけど、デカコインにかなりやられてきました。ただこのコースだけは50コインを信用していいオーラがすごくするんだよね。そうじゃないと報われないもん、僕が。そろそろ報われてもいいんじゃないお前は報われなくていいんだよ。黙ってさっさ始めとけ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.92%。 いやマジで久しぶりだから何話していいか全然分かんなくなってる。もう今までのピオキングと思わない方がいいよ。新しいピオキングの始まりだね。開幕どけーぞー。もう急に体当たりとかやめてくれよな。さっき勘を取り戻してないって言ったばっかりじゃんか僕。それなのに開幕どけーぞーとか言ったことないこと言わせてくるのはやめてくれないから、ほら早く行けってこと。そうだ忘れないよ、わなる喜び。ビオパンダー。だいたい取り戻してきたね、壊れてる自分を。こんな感じだったんじゃないかな。でも今日僕壊れないでこの先進む。今週全然動画出せてなかったって言ってたと思うんだけど、何があったかすげえ言いたい、すげえ言いたいんだけど、それ言い出したらさもうこの動画終わっちゃうんだよね。雑談だけど終わっちゃいそうなんで言うのはめておくわ。まあ気になる方はねいると思うんだけど、ぜひ気になって何をあなたも気になるって言うの。あだこれさ、キノコ取って右に行くと見せかけて実はこの左なんじゃない。すげえ怪しいよね、ここ実はこっちが正解みたいだですよね。この音楽が流れてたらすごく歌う実況がしたくなるんだよね。歌いながら実況するっていうのかな。でもそれをやめてくださいっていうコメントがちょいちょいあったりするんだよね。まあ逆にそれが好きですっていうコメントも結構いただくんだけど、どうすればいいだろうと思ってコメントに流される男だなといつも思うんだけど、まあ僕はねそこは自分自身のやりたいように今後やろうかなって思うんだけど、いけませんねと思っているのか。これは僕は絶対に言ってみせるよ。見ててかなりタスノリをやってきたからね、このピオキングを。なめるな、なめるな、なめるな。やった、うますぎる。あ、50コイン信用していいっていうことだからこっちを信用していいんじゃない。絶対そうでしょ、何もしないでいい。オッケー、うますぎ。そしてあれ、これ右行ってたらどうなってたんだろうね、この四角の枠は。あ、なんもない。あーなるほどね、こっち違うのか。ということは、あー50コインやっぱ信用していいよ。今日50コインが全て正解の道しるべだね。下が氷ブロックっていうことに気づかなかったぜ。ここは右か左か2分の1だな。左が怪しい。このハテナはなんだ。2分の1外しちゃった。でもさ、ここ右下の50コインは違うっていうことだったんだね。じゃあ全ての50コインが正解の道しるべっていうことじゃないのか。じゃあパグを叩いた瞬間右にダッシュ、それでいい。いや全然いい、全然いい。ナイス魚受けだね。そしてここは左上か右下か、左下どこ行こうか。ここに行きたいと思います。あの良いね。これさ右下が正解と思うんだけど、左上がめっちゃ怪しいんだよね、こっち。パフじゃあそんな可愛らしい窓を仕掛けやがって。今絶叫しようと思ったけど可愛くてできなかったじゃねえか。いや逆にすごくない、3分の2を外すって。ここが正解っていうことでしょ。右下のキノコ怪しいな。そんな罠誰が引っかかるかよ。そこどうせ隠しブロックあるんでしょ。バイもう僕は全て読めました。このドアから出たら10秒以内に罠に引っかかる自分の未来が見えますね。さあこの土管に入ってさっさと進みましょう。そしてここは何もしない。このコースの謎がガチで分かった。チェックポイント1取るまでは50コイン全部信用してよかったでしょう。でチェックポイント1取ってから50コインは全部罠だから、こっからチェックポイント2までは50コインを信用したらダメなんだよきっと。多分そういうコースだと思う。そしてこれはなんだ、コインか。コイン
いこいこい。だいたい感づいてたよ僕は。コインコインしてる間にパックンが降ってきたから、こっから先は進めないっていうことに。じゃあこの上は何なの、知り耐久か。知り耐久は僕は期待してるぜ。やべえ。なるほどね、知り耐久があると見せかけてないパターンのじらす作戦に来たか。でも僕そういうの嫌いじゃないよ。この後は絶対怪しい、取らない方がいいと思う。でも OK、 あ、もうここまで行ったら取るしかないよね。もう、うわうわってなんだよ。語彙力皆無じゃねえか。久々に帰ってきたと思ったら、ここは下に行って、いや下はダメだ、あの足場がないよ。なんでこっちで合ってると思う。さあ扉に入っていきましょう。これはナイス読みだね。そしてここはあっ、エンジェルバレー。ところどころある右の顔めっちゃ可愛いよね。罠に引っかかった時は非常に不愉快ですけど。じゃあここはジャンプしてバネを避ける。そしてなんか面白いことが起きそうだな。一旦記録を取っておくか。そしてカシャーンをすればいいんだろう。あっあっちゅあっちゅってなんだ、あっちゅって噛むな、そんなところで。いや久しぶりにやるとやっぱめっちゃ楽しいね。もう1週間近く離れてたからさ、トロールコースト。じゃあここはボムが出てくれんのね。そして次ちゃんと取らせてくれんのか、普通に。よっしゃ、え、これ取っていいの、ギリギリ取ってみようか。マリーが封印されました。まあまあチェックポイント2取ってるからね、僕には心の余裕って思いが余裕を潰してきたね。この土下座開始してすぐにやってくるのはダメでしょ、わかんないって。あー、ここで、あー、なるほどね、ここでキノコが出てくるのか。さあ P スイッチとハテナ、一旦ハテナ立ててみる。あー、土下座が出てきたね。この P スイッチは何。あー、なるほど、キノコ様。そういや僕思ったんだけど、ここ左に行くじゃん。そしたらガシャハンできたよ。これで無敵なんじゃない。ほらこれでキノコも手に入れて、キノコ状態で先に行けると。じゃあキノコは取らなくてもいいっていう結果になったね。大丈夫、ちょっと大丈夫。よし今絶対積んだと思った、危な。でここで上に行けるっていうことか。うわ、どっち信用しよう。矢印信用してって、こっから右にジャンプ、これでいいんでしょ。ちゃんと正規ルートで行こう。正規ルートじゃないから神は僕に天罰を下したんだよきっと。だからちゃんと正規ルートで行けば、これから罠に引っかからずゴールまで目指してくれると思います。じゃあここで土管を、あー、いや左下の土管か。多分こっちに土管があるってことは、神はいないのか。ここ上でよかったんだね。絶対左下の土管が正解だと思うよね、あんなところに設置してたらさ。じゃあここは何もしない。いや、やめてよそういうの。え、じゃあ右ダッシュでいいのかな。右ダッシュしてみるよ。右ダッシュ、あ、いやここでとどまっておけばいいのか。あぶねで、このボム兵が壊してくれて、左下か右か。僕は左下信用しないと思います。なかなか巧みな罠を仕掛けてきてくれるねこのトロールコース。結構クリア率が高めだからね、安心してた。っていうか甘く見てた正直。ここは上に行っていいのか、一旦投げてみようか。そしてこの場所でいい。おっ、オッケー、さあ進みますか。そろそろゴールあるんじゃない。来ました、これは左押しか。バカすぎる次は絶対にゴールできると思う。このトロールコース結構早かったね。ゆっくり行こうか、ゆっくりゴールよしどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、恐怖の暗黒筋肉祭りブンブン変態化計画変質者ハードということで勝負ねえなこのコースまあでも本当に好きですこういうコース名は。そして説明文見ていきましょう。変態不審者文太郎から逃げ切れ、とある職人さんに影響を受け、ブンブンは変質者というムーブメントを広げたくて作ってしまいました。詳しくはコメということで、このコースやっていきますか。クリア率は 1.51%。 まあサムネを見る感じは左からどんどんブンブンが迫ってくるから、それから逃げ切れっていうことだと思うんですよ。で間に合わなかったらブンブンに当たって終わりみたいな、そういうコースですねきっと。そして上の確かに変態だあの部分は確かに変態だ
裸で犬の散歩をしてるっていうイメージなんかな。一応クッパクラウンが服っぽいんだけど、あれを着てることによって変態さが増してるね。じゃあここは USA キノコを取ってこの上に行けと。意外とブンブン遅いんだね。いやいや地味に来てるね。そしてこれはボールを出してあのパウに当てて先に滑ると。これ当たっていいのかな。いや当たっていいっぽいよ。先にフラワーがあるからさ。そしてこのフラワーを取ってバネに乗って上に行け。ちょっと左のあのロケットが邪魔だね。そしてこれは一旦待っておこうか。多分当たったらダメだね。右に針地帯があるからさ。うわブンブンが迫ってきてる。まずいまずいやばい、変なことされそう。あのブンブンに捕まったら。早く早く花ちゃんといて。いやもう急いで行こうか。もうここは急いで行った方がいいよ。この上行っていいのかな。あのドスは、いやここ降りていいんじゃない。降りてこの氷を溶かしていけみたいな。いや結構なかなか初見にしてはめっちゃ進めてると思う。ここはヒップドロップして先に進んでみたいな。マジでプレッシャー。あのブンブンがマジでプレッシャー。あ、ここはカロのコーラがいるんじゃねえか。これささっきここまで初見で来れたのが嘘みたいだね。本当に難しいよここ。じゃあここでデカ記録を取ってこのドスは下に落ちてくると思ってた。うわやべ、ブン太郎が来る。早く逃げなきゃ。なんかいろいろと来るな。デカブン太郎まで来た。僕を襲わないで頼むって。くっ、ってこれは当たらないように下に行けば。よし中間が欲しい。マジでめちゃめちゃむずいここ。中間はやったぜさあ次はどんな感じなんだろうね。なんか鍵とクッパクラウンのマークがあったけど、もしかして倒せってことかなこれ。いやこれそんなに難しくないんじゃない。あ、なんか上にあるね。なるほどね。あのデカブンダロを踏んだら鍵が手に入ると。そしてこの上はいやもう何装備してんの装備しすぎでしょ。このブン太郎の上に行かなきゃ。あ、なるほど、下からでもいいのか。さあさあさあ、もうゴールあってもいいよ。次はもういやだどうすればいいか全然わかんないぞ。いやこれはもう無理なような気がする。もうやられてもいいから一旦見極めようか、どうすればいいか。あ、分かった分かった。これ待っておけばいいじゃない。あのメットがやられたら鍵が手に入るっていうことだと思うんですよ。なんでこれ耐久していこうか。この変態野郎が。え、ここ耐久で合ってるよね。絶対にそうだと思う。どうしようもないもんね。バーがあるから上にも行けないし頼むってこういうのまあまあ苦手じゃない。面白いよ。弾幕避けゲーだね。たまにこういうの一発マリオで結構あると思うんだけど。早くキノコ、僕にキノコちょうだい。いつやられてくれるの、あのメットは。いやめっちゃ長いねこれ。ほんとキッチン。さあ3度目の正直だね。これで絶対にクリアしてみせたいと思います。これどこにおるのが一番いいのかな。パターン化してる。もしかしてこのビームとかトンカチとかさ、右の方がいいみたいな、それとも左の方がいいみたいな。いやわかんないよね。とりあえず真ん中に追っておこうか。あ、分かったかもしんない。これ真ん中の方に追っておいて、多分この太陽が来た時しゃがめばかわせるみたいな。あ、絶対これがいいよ。トンカチはさ左右にしか行かないじゃん。あ、これ攻略法見つけたね。さあこのままクリアしていきたいと思います。一旦キノコだけ手に入れておこうか。あのキノコ手に入れてもう一回真ん中に行ってしゃがむ。これがここのコースの攻略法だね。いやちょっと噛まなかった。さあ早くメットをやられてくれ。右にブラパがいるのが見えたぞ。そしてこのドアに入っていけばゴールがあると、そういうことなんじゃないんでしょうか。やったざまあねえなこの変態野郎が。これで分かっただろ、変態さでは僕の方が格上さ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオナンバー175ということで、サムネを見る感じでシーソーの上にバネが35個、縦横と順々に積み上げられてるんだけど、これどうなるんだろうね。マジで謎なんだけど全然予想がつかない。ただクリア率がめっちゃ低いから難しいと思うんですよこのコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.47%。 正直こういうわけわかんないコースめちゃめちゃ楽しみですどうなるのかちょっと様子見てみようか。いや想定外、相当想定外。え、意外と綺麗にバレてくれんのね。これじゃあ一旦右に行ってみようか。そのまんまジャンプして、はっ、
こんなめちゃめちゃにばらけるもんなの。いやそしてこれもう右に行けなくなったしさ、これ意外といけるな。ここからどうすればいいんだろう。とりあえず避けてこっから右にジャンプしてみようか。それで向こう側には行けないよね。乗った瞬間ばらけるのは想定外だね。これもう運ゲーなんじゃないの。とりあえず右を失敗してみる。こっから右を失敗。うわやっぱ届かないか。じゃあ一番下のバネに乗って右ジャンプ、これでいけないかな。いや違うんだって。次こそ行くよ。一番下のバネに乗る、そしてこっから右ジャンプ。面白いじゃねえか。とことんやってやるぜ。こうなりゃ一番下のバネに乗る。もう何でもいい、何でもいいから行ってくれ。こっから右に、かまだだ、まだこんなもんじゃ僕は壊れないぞ。僕を壊すためにもっと僕をいじめて。いやなんか今右にダッシュできんやった。そのままゴールの方まで行けないかな。なんで一番下のバネに乗るでしょ。そっから右ダッシュしたら届かないかな。はいだめ。よし一個一個探っていこう。とりあえず一番左のバネに乗って右を失敗したらこうなるか。じゃあさ、あの左のバネ乗れそうだからそこ乗ってみていい。こうやって一個一個探っていけばいつかゴールが見えるんだ。さあここで、ここに落ちてくるバネに乗ってこっから、あーここで右、ゴールできてねえけど。いや意外と早いクリアだったけど、これはマジで運が良かったんじゃないかな。全く同じことしてもバネのばらけ方が全然違うと思うからさ、ちょっともう一回やってってみていい。さっきは一番左のバネに乗ってこっからこのバネに乗ったよね。そしてあーなるほどね。そうしたら右の方にバネが出てくるからそれに乗れっていうことか。多分それが攻略法なんじゃない。なんでここでバネに乗ってここにも乗る、そしたら右の方出てくるでしょ。あーこれでいけるっていうことか。なるほどね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。